第56回プライムタイムエミー賞は2004年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2003年6月1日から2004年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に送られる賞である受賞式は2004年9月19日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるシュラインオーディトリアムで行われた 司会は、ギャリー・シャンドリングが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は9月12日に先行して、発表された。主要部門の最多ノミネートは、ザ・ソプラノ在収のマフィアの12部門で、エンジェルスインはアメリカが11部門、セックスアンドザ・シティが8部門と続いた。 主要部門の最多受賞はエンジェルスインアメリカの7部門でザ・ソプラノ在収のマフィアが4部門と続いた。エンジェルスインアメリカはノミネートされていた主要部門をすべて獲得しエミー史上初の快挙となった。4年連続でドラマ部門作品賞を獲得していたザ・ホワイトハウスをザ・ソプラノ在収のマフィアが破り初の栄冠を手にした。ザ・ソプラノズは ケーブルテレビの HBO として、初めて、ビッグ4のテレビネットワークを破って、同部門を受賞した。ケルシー・グラマーコメディシリーズ主演団優勝、サラ・ジェシカ・パーカーコメディシリーズ主演女優勝、ジェームズ・スペーダードラマシリーズ主演団優勝、アリソン、ジャネードラマシリーズ主演女優勝、デビット・ハイド・ピアースコメディシリーズ主演団優勝、シンシア・ニクソンコメディシリーズ主演女優勝、 マイケル・インペリオリドラマシリーズ助演団優勝、ドレアド・マッテオドラマシリーズ助演女優賞受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、括弧は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライム・タイム・クリエイティブ・アート・エミュー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、 プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。ありがとうございます。